おはようございます、しょぼうです。今回はロルバーンダイアリー2024年1月のセットアップのお話です。メインチャンネルでの2023年最後の動画となります。来年に向けてメイン手帳であるロルバーンダイアリーのセットアップをしていくお話なんですが、ロルバーンダイアリーは10月始まりでして、2024年版ね、10月始まりで、10月になったので使い始めたものがもう1冊終わりとなりまして、2冊目で1月のセットアップをしていくということになりました。ピョコ。10月から使い始めておりましたロルバーンダイアリー2024年、2023年の10月始まりなんですけれども、これこの辺かな、今ここね、28日まで書いておりまして、結構ね、残ってるといえば残ってはいるんですよ。29、30、31で終わりじゃないですか。まあ最後終わりなんか書くかもしれませんけども、ここね、結構残ってるのに終わりなのってね。これ、このお話は前回のセットアップ動画でもお話しましたけれども、1月分書けるほどは残ってないという微妙な残り方になっておりまして、途中まで使うのはやめて、まあ先に進もうじゃないかということで終わりになります。ではここからは12月の振り返りやっていきます。まずクリスマスっぽい表紙を書きまして、全体的に赤を基調としたページ構成をしておりました。文具女子博なんかあってね、結構スケジュールは埋まってるような感じでやっておりまして、まあ支払いねできてて、あとタクシー代の生産もできておりますというところ。それからハビットトラッカー、水飲むはね若干増えてきてはいるんですよね、意識してるので。でも 1.5 リットルって言われるとどうかなと思ってつけてない日があります。手帳はまあぼちぼちつけない日もありつつも、まあまあほぼ前日と。そして走った日4回、あと1回年末走ろうと思ってます。そして1月はもうちょっと走れるようにねしたいなというところ。そしてムードトラッカーはクッキーにアイシングをしてるみたいに塗るということで、グッドからノットグッドまで。今回はね、上2つだけで済みました。あんまり気分の良くない日がなかったですかね。基本的には上機嫌で1ヶ月過ごしてきました。それから、YouTube。ここもね、ちゃんとタイトル書いて、少しですけどね、ちょっとメモ。そしてエニーラックはなんか結局いつも通り少ない感じでしたね。もうちょっと拾いたい。なかなか難しいですね、これね。楽しいことあったんですよ、結構ね。あったはずなんですけどね、書いてないですね。そして次のページからはデイリーです。12月はタイムラインを、一日のね、タイムラインを書いて、どのくらい自分が何に時間を使っているのか、それと、あまりタイムラインで手帳を書いたことがなかったので、タイムラインで自分が手帳をつけてみたら、実際どう思うのかというのがありまして、書いてみました。これね、食べた話とか、普通にタイムラインの中に入れてみたりとかして、で、いつも通り下に、バレットジャーナル的な項目を書いているという状況で、このページとかはタスクをね、このぐらいの時間でやりたい。これ朝から始まって夜までなんですけど、この辺の時間でタスクをこなしたいっていう感じで書いて、どうなったかどう思ったかなどを書いている感じですかね。こんな感じでね、前半タイムラインで書いておりましたが、途中で
やめました。不慣れなことがあるのと、あんまり、なんでしょうね、書きやすくなかったかな。もうちょっとね、今ダラダラ書きたい感じがしてます。なんとなくね、前後しちゃって書きにくかったりするんですよね、時間軸で書くとね。なんかこう、同じことはまとめて書きたいみたいな、今のところね。慣れるまでやればよかったんですけど、やっぱりこう、なんかこう、スムーズに書き始められるのがこちらでしたね。ということでね、残念ながら元に戻ってしまいましたが、ここからこの下に書いてある食べたものとか起きた時間、体調とかは今日のログということにしました。それはボケログを書いていて、あ、これログの分野なんだなと思って、ここで今まではね、付箋で区切っていたんですけど、タイトルをつけてここ今日のログコーナーってした方が私的にしっくりきたっていうんですかね。ここはここ、もちろんログっぽいことも書いてますけど、ここから一線引いてログを書くっていうことがやりやすかったですかね。納得度が高いっていうか、ああこういう感じねみたいなことになりまして、ここからもう今日のログをね、ノートに直接書くみたいなことがあり、たまにイラスト、先ほどシール貼りましたけど、たまにシールって感じで進めておりました。付箋も一応、ね、今日のログって書いた後に付箋をつけて書いたりなどしておりまして、でここですね、ここからスタンプを使い始めてます。でもこれ塗ってないですね、スタンプを押しただけで満足しちゃったかな。翌日からはスタンプ、文具女子博で購入したアレモアの、これ逆ですね、こうですよね、アレモアの4パターンついてるスタンプを使い始めています。でね、これこう、まあ見ていただくとですね、結構細いんですよスタンプが。そしてにじまない、裏抜けしないんですね。今ここに塗ったものがここに出てきちゃったりはしてますけれども、このインク自体はにじまない、これは非常によくって、あとね、かなり強く押しても細いまま、これねちょっとずらしちゃったんでブレてますけど、ここなんかね結構力入れても細いままで広がらない、インクの量がそんなに多くなく適切に出ているっていうことなんでしょうかね、という良さがあって、これ、まあ、真ん中のね顔印使ってないんですけど、今後体調のところで使う、でも4つだからなとか思いながら、天気と星とメーター、体調ね、メーターと星で変えてね、気分で変えてやっております。結構使えますよ。ちょっとね、ここのね、この押す位置が、この印刷の位置なんですけど、これでね微妙にこう慣れがなくてまだずれちゃってるんですけど、今後もね使っていこうと思ってます。そんな感じで今のところ進んできておりまして、書くことが少なかった場合はマステでねたくさん貼ってごまかすとかしつつ、ここ28日迎えて、今日29日ですね、こんな感じで1年もう少しで終わりそうですというところまで来まして、こちらのパジャマのクリーム羊柄、こちらを使い切りましたということにしましょうね。そしてこの1月から使用しますものはこちら、さて何を購入したのでしょうか。まあ実は狙っていたものがあったんですが、それは売り切れておりまして、でもねセール前に購入したので選択肢はそれなりにあった中でこちらを選んできました。
こちら、はい、タツですね。タツの何色？ベージュでもないですね。キャラメル色っぽい感じの表紙のダイアリーを購入しました。本当はねパイを狙ってたんですけど売り切れちゃってましたねということで、これで4月まで書いていきたいと思います。それでセットアップもうしちゃってありますね。いつもこう出すときビニールに入れているんですが、もうセットアップをしたのでビニール取っちゃってありまして、そちらを見ていこうと思います。2024年、まだねスケジュール書いてないんですよ。ちょっとこの収録が終わってからね書こうと思います。書いてない方がねお見せしやすいので、ここからですね使いますと。そしてはい、カレンダーが終わった次のページからキーで、今回はシンプルにあまりねごちゃごちゃ書かずにキーって書いて、チェックボックス、タスク完了、イコーリスケジュール、予定イベント、私がね手帳の最初に丸で今日何の日って書くようですね。そしてメモ、まあ大体メモなんですけどね私の場合ね。こういったページを作りまして、インデックスはありません。結局いつも使わないのでインデックスはなしで、ウィッシュリスト、これもね31日に書こうかなと思ってるんです。いくつかはもう雑記帳に書いているんですけれども、本格的にここに書くのは31日の夜かな、落ち着いたあたりで書こうと思います。こうだったらいいなってちょっとね願掛けっぽいところもあるので年末書きますと。それでもうね年始めのセットアップはこれだけです。今回はこれがあればいいかな。そのバレットジャーナルでいうところのフューチャーログ、未来の予定はカレンダーにねマンスリーに書けばいいので、本来バレットジャーナル的にはここにフューチャーログが入るんですが、それはカレンダーの方に任せているというところで、次から1月のセットアップになります。1月は日の出を書いてみました。なんかね毎年1月ね実はうまくいってないの今年はなるべくシンプルにやってみております。うまく書けたかっていうとそうでもないのですけれども、あちゃーって感じでもないのでよかったなと思いました。そして1月のセットアップの中身です。1月のセットアップ、1月はオレンジ基調で書いておりまして、そのね表紙1月の夜明けみたいな感じとシンクロさせて、さらにまあみかん、オレンジなんですけど鏡餅の上のみかんみたいなイメージで、まあ、なんとなく全体的にオレンジということで進めています。そしてハビットトラッカー、ムードトラッカーです。ハビットトラッカーは3つ分書くのやっぱり大変なので、11月から記号化しておりまして、今回さらに簡単なものにしました。水を 1.5 リットル以上飲んだ時につけるウォーターのマークはもうひし形っぽいもの、ジャーナル、手帳をつけた日は四角、走った日、これを丸にしました。前回足型にしようとしてうまく書けなかったのでもう丸でいいやと思って書いておりまして、先ほどね見ていただいた通り水を飲むがなかなかねうまくいかないので、また1月もハビットトラッカーで頑張っていきたいなと思っております。あとランはね1月は合計で100キロ走る予定なので、しっかりね計画立てないと、最近走れないので計画立てて走っていこうと思います。そしてムードトラッカーはこちら、瓶が書いてありますけどシャンパン、スパークリングワイン開けるというのが、まあ、1月っぽいかなと思ってパーンという感じで、それをグラスに注いで飲んでいる、もちろん泡が立ってないグラスもありますね。それは違う飲み物が入っているということで色を変えてありますと。この
黄色、これが一応シャンパン色ということなんですが、それがまあこういったロングのグラスに入ってたら、なんでしょうね、レモン系なのかな、そういうドリンクだということで、これね簡単で、この点点点を書くと見栄えのいい感じになるので、これはねムードトラッカーとかハビットトラッカーでもおすすめしたいなと思っております。こんな感じでハビットトラッカーとムードトラッカーのセットアップをしました。そして次からは YouTube とエニーラックでひとまず何も書かないという感じですね。ここに同じようにこのオレンジのマスキングテープを貼っちゃってもいいのかなっていう気がしないでもないですけど、ひとまずここまで。そして次のページからデイリーを書いていくような感じで2024年もやっていきたいと思います。2024のダイアリーが2024を迎える前に終わりになるという結構おかしなことが起こっておりますが、まあまあそういうこともたまにはあるでしょう。来年から辰年ですんで、こちらの表紙で手帳を書いていきたいと思います。なんか似たような色味のものを買ってしまいましたね。派手な色じゃないとあの手帳どこ行ったって言っちゃう方なんですけどねなんだかこんな色選びがちですね。先ほどのポケログも同じ色ですよね困ったもんです。ピュコ、そういった感じでですね、2024ダイアリー2冊目にかかりまして、以前もお話ししましたけれども、この新しい方は古い方、この10月から使っていた方の残りを最後に足してしっかり4ヶ月使っていきたいなと思っています。そしてもうすぐ3月始まりのダイアリーが発表になると思うんですが、そちらももちろん購入します。そしてそれは5月からかな、使ってまた4ヶ月いくと来年の10月から2025番と、そういう予定でおりますけども、ルルバーンダイアリーを買わないということはないんですが、メインの手帳がルルバーンダイアリーのままかどうかはですね、今ちょっと実は心が動き始めているところで、これはこれでめっちゃ楽しいんですけど、今1日1ページができているので、1日1ページ書けるなら、あの手帳やあっちの手帳だったり人気のあれだったりに手を出してもやっていけるのではって思い始めたところです。手帳を書くことに自信を持ち始めていると言っちゃっていいのか分かりませんけれども、いけるかもなって思い始めて、違う手帳に手を出す、ルルバーンダイアリーは買うけど雑記帳として使っちゃうみたいな感じになってきております。来年どうなっていくんでしょうか。2023年はこれで終わりにしたいと思います。このチャンネルでは私の手帳のお話、それから購入品紹介、文房具レビューなどをしております。これからも話を聞いてやってもいいよって思われた方は高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。そしてサブチャンネルもやっております。サブチャンネルではトラベラーズノートの話と文房具に関する非常に細かいどうでもいいお話をしております。そちらもぜひご視聴ください。また、Twitter、Instagram もやっております。ハッシュタグ、しょぼうず、ひらがなでしょぼうずで視聴者の方と交流しております。概要欄にサブチャンネルと合わせてリンクを貼っておきますので、そちらもチェックしてみてください。それでは、1年間最後までお付き合いありがとうございました。良いお年をお迎えください。それでは、以上、しょぼうでした。ではまた。